ご足労ありがとうございます。ですね、今日は金曜日だね、花金だよね、花金のところをね、わざわざお越しいただいて、嬉しく思っております。ジャーナリストの芝玲でございます。増山玲奈 の夫をやらせていただいておりますみたいな、そんなこんなで今回のね、ママの約束をご覧になっていただいたかと思うんですが、実はあれ3分の1ぐらい私が撮影してるんですよね。で、撮影のところにクレジット入ってないわけみたいな感じなんだけど、まああんまりなんか縛れ出てくるとうるさいかなという感じではあるんですが、編集の時もですね、横からいろいろ口出したりとか、まあそういうこともありまして、まあ増山玲奈制作総指揮監督ではあるんですが、自分にとっても結構思い出深い映画ではあるんですよね。で、その私よく戦場ジャーナリストっていうふうに言われるんですけども、別に自分戦場だけを取材してるわけではなくて、ドイツの取材なんかも一緒に行ったわけなんですけども、そういった環境問題だとか原発の問題とかも取材してるんですよね。ただ、日本で戦場ジャーナリストというのが、いわゆる本当の意味で そのガチで戦場取材やっていて、で、それを継続的に続けていると、でそれなりのメディアに発信しているということになってくると、もう十数人ぐらいしかいないんですよね。で、そういった中である意味一番若手の方に入っちゃうわけです、私は。なのでですね、この業界ではその自分のことを戦場ジャーナリストっていうことを嫌う人も結構いるんですけども、あえて戦場ジャーナリストという言葉を使ってもいいのかなというふうな気がします。で、今日ちょっとこれからですね、彼女と対談というか、話をしていくわけなんですが、最初にですね、問題意識というか、どういうことを話すのかなみたいなことをちょっとお互い短くですね話すというようなことで、私が先手を切っているわけなんですが、私最近ですね、あちこちで実は憲法の話してるんですよ。どういうことかというとですね、その例えばその、日本が武器輸出三原則を撤廃して武器を、ね、売るという、ね、話がありますよね。で、後ろの方にあるガザの本なんかもそうなんですが、そういったガザにむちゃくちゃな、ね、戦争犯罪を繰り返しているそのイスラエルに対しても、安倍政権は武器を売るみたいなことを言い出していると。でもそれは日本国憲法全文にある平和的生存権に反するものなんじゃないかというね、ことなんですよ。要するにその、平和に生きる権利っていうのがね、日本国憲法の全文に書かれてるわけなんですが、平和に生きるというのは単に自分が殺されたりだとか傷ついたりとかするだけでは、しないだけではなくてですね、自分が人を殺したり傷つけたりとかしなくていいという、人を傷つけたくない殺したくないということがやっぱり平和に生きる権利だと思うんですね。で、私がそういうふうに言ってるだけではなくて、その、自衛隊の航空自衛隊の活動が違憲であるっていうね、名古屋地裁の名古屋高裁 の判断で、そういった平和的生存権というのは認められたわけなんですけども、私実は原発もね似たようなもんじゃないかなと思うわけですね。ママの約束の中でも出てきたんですけども、要するに結局その、原発事故によって多くの人々がもう住む家を失って、で映画を撮った後も私福島をたびたび取材に行きましたが、もう本当仮設住宅とかでね、もう機敏状態ですよね。もう壁がペラペラでなんか崩れかかっているようなところに、もともと仮設住宅なんて 2,3 年しか持たないところを2年ぐらいしか持たないところを3年4年住んでるわけですから、それは当然厳しい状況になっているわけなんですけども、で劣化ウランの問題もありますよね。その原発の核燃料、燃えないウランを武器に変えていくというようなこともあるわけで、それをあちこちの国にばらまいていくと、
まあ、そういうあの原発というものがですね、あの、まあ、事故を起こさなくてもそういった例えばその放射性廃棄物の問題だとか、あとそのやっぱりこのママの約束の特典映像になるのかな、あの原発作業員のね、あの人のインタビューとかも我々がやったりとかもしてたんですけども、原発を動かすということは、まあ、あのおのずとまあ被爆労働とつながっていくわけで、まあ、そういったあの人々の犠牲のもとにあの原発というのがね、あの動いていると、たとえ事故がなくてもそういうことがあるということは、やはりその原発というのはどうなのか、健康的に考えて、で、ま、あのママの約束の中であの出てきたドイツ の, あの、環境の専門家の方がいるじゃないですか、女性の方で日本語はうまくて私もびっくりしたんですけども、ミランダさん、ミランダシラーズさんね、あのミランダシラーズさんが、まあ、あの私彼女にインタビューしたのは実は私なんですけども、あの言ってたのはそのミランダさん含めそのドイツでその、いろんな専門家集まってあの原発をやめようという判断をあの、示したわけなんですけども、その中で、まああのまあ、共通認識として出てきたのがその、その欧州の価値観、つまり人権だとか環境だとかそういうものを大事にしようという価値観と原発というのは相反するものであると、だからあのやめようということを言ってるわけですね。まあ、この辺のことはですね、あのなるほどなというふうに思って、それであの、まあ、さっき言ったようにあの実はまあその原発っていうのは日本国憲法 の, あの精神とも反するんじゃないかというね、あの自分 の, あの問題意識ともつながってくるなと思うところがあって、で、まあ、あの実際ドイツはあのその後あの原発をやめる方向であの今も来てますし、であの、まあ、ドイツだけではなくて例えばスペインなんかだとあの風力発電がもうあの、原発よりもあの割合としては大きいわけですよね、そうや太陽光発電 も, もあのかなり活発になってきてますけど、まあ、だからあのできるんじゃないかと脱原発で、まあ、そのあのこの前私取材に行ったのですけども、例えば群馬県 の, あの中之条町なんかだとその、町がですねあの新電力会社を起こしてですね、でその電気をねあの、まあ、あの売ってるというような状況だったりするわけですね。でその売った電気の利益でその太陽あの光 の, あの補助金を出してたりとか、まあ、そういうあの動きがですねあの特に来年4月以降活発になってくるんじゃないかなと。というのは、まあ、電力自由化があの、進むというか、まあ、解禁されるのが、一般家庭に対する電力を売るということが解禁されるのが、まあ、2016年の4月からだと。ですからもう結構いろんなあの形でね、 あちこちであのそういった電力自由化以降 の, あの動きがあるわけですね。まあ、そういったことなんかもちょっとあの今日レナさんとあの意見交換できたらなと思います。ちょっと長くなったけど、レナさん問題意識として、はい、柴田さんありがとうございました。あの私たち、夫婦でいつもこんな話を家でもしてるんですけれども、あの311から4年ということで、私の方から、今後のビジョンということをお伝えしたいと思います。まず、日本も世界もものすごい勢いで転換している4年間に私たち日本人は立ち会っているということを確認したいと思います。先ほど英語のニュースを調べていましたら、フランスのアレバ社、世界の、原発メーカーの代表的な存在で大株主は 75% フランス政府なんですけれども、そこが、大赤字で、このままだと今年の7月までに大量にあの首切りをしなければならない、リストラをしなければならないのを、政府からの補助金でなんとか、そのままにしてるけれども、電気代が上がってしまっていて、とてもじゃないけどドイツや欧州の、自然エネルギーを中心とした、新電力の電気にかなわない、もう競争力が落ちていると。でなぜフランスのアレバが、そのように経営悪化しているかというと、実
は私たち、日本人が今稼働原発0基というのを2012年の5月5日子どもの日から、始めまして、その後大井原発が動いたということはありましたけれども、基本的にはほとんど原発を動かさずに来ていると。それは、日本中の電力会社の前で金曜日デモが行われ続けて、集会が行われ続けて、やっぱり私たち一人一人の運動の力なんだっていう気がするんですね。で、日本が原発を止めていることで燃料棒のフランスから日本への輸出量が減っていて、それが、あの大きいと思っていたアレバをここまで追い詰めていると。その追い詰めている、きっかけは私たち一人一人なんだということを思ったときに、私たち世界を変えられるかもしれないなっていう感じがします。で、今日本の中ではまだ、与党が、自民党だし、選挙でも勝った勝ったって言われると、勝ったあの自民党が大多数で本当に自分たちの力って弱いような気がするんですけれども、冷静に考えてみると、この4年間私たちはものすごい勢いで彼らを追い詰めていると思います。その一つが今柴さんがおっしゃった、PPS の新電力に、大手電力会社が競争力負けてるということで、後で深めていきたいんですけど、もう関東では実質1割以上の企業が、東京電力をやめて、もっと関東はあの日本で一番電力を使うところですけど、そこで1割以上の企業が PPS に乗り換えているという状況があって、今まで、殿様商売でメディアを牛耳り、利権に溺れ、接待接待、原発を作るために田舎の産業を壊し脅し、そこで脅迫するような形でまた金をばらまきと、そんな経営をしていたものだから、あのものすごい資金力を持っているはずなのに、ポッと出た、企業にもう負けているという状況があるんです。この4年間でできた PPS の企業がどのぐらいあるんだろうと、さっき裏で調べてみてびっくりしました。2011年311の前まで日本の PPS はたったの36社でした。それが今、596社に増えていたんです。そういうことって大手メディアであまり書かれなかったりして、で、私たち知らないことが多いと思うんですけれども、ものすごい勢いで新しい生み出す力が社会に生まれていると。で、それを来年の2016年の4月から、一般家庭も含む私たちみんな関西電力じゃない電気を買うことができ始めるんですけれども、ものすごい革命が起きるんじゃないかなと思っています。また、の後ろにある原爆と原発という絵本を書いている時も、思っていましたけれども、もともとこの原発というのは核爆発する原爆核兵器をもとに作られた技術で、なんでこんなに非効率な、そのお湯を沸かすためだけにこんなに危ないウランを使ってきたのかというと、いつかまた核兵器を持ちたいというあの軍人が主な目的だったわけですよね。効率がこんなに悪いわけだから、経済効率だけで考えたらとても選ばない代物をなぜやったか、戦争とセットなものなのですが、そういう戦争を仕掛ける側の人たちも実は私たちかなり追い詰めてるんじゃないかと思っています。安倍さんは集団的自衛権も変え、秘密保護法も作り、着々とその軍事への道が作られようと見えるんですけれども、実際は日本の借金はかつてないほどに膨れ上がっており、こう数百年の世界的な歴史を見ても、ここまで国の借金がある国が戦争を起こせた試しがないという状況だそうです。そして日本の、自衛隊や軍事というのは、第二次世界大戦後、日本を占領し続けているアメリカ軍とセットになっている存在だと、いうことがだんだん見えてきたのが沖縄の問題で、
私は去年の12月から沖縄に何度か通って取材をし続けているんですけれども、沖縄の人たちが本当にもう基地を追い出そうとしていて、その声が弾圧しても弾圧しても広がるばかり で、その声を今までは島の中の琉球新報や、沖縄タイムズというその地元のメディアしかなかなか伝えてこなかったのが、こう安倍さんが弾圧したり海保が、暴力を振るったりすることでニューヨークタイムズにも出ている、そしてイギリスの経済誌にも出ていて、あの批判を、米軍に対する批判を、繰り返している状況で、その今まで、なかなか表に出てこなかった重鎮のベルドリッジという、沖縄の海兵隊の、幹部がいるんですけれども、彼がわざわざね、こう基地のギリギリのところまで出てきてテント村の人たちを写メしたりしている、何かもう今まではもう少しカバーされた大きなものっていうふうに見えてたものが、単なるこう品格もない、経済的効率も悪いヤクザみたいなものだったんだなということが分かってきたわけですよね。で、それが分かった4年間だったと思って、これからが、勝負だと。で、この状況をまず共有するということをしなければいけないと思う。なかなか共有できないんですよ。こういう話しても増山さんは楽観的だねなんてよく言われるんですけど、私何度も沖縄に行って現場取材をして、感触を得てます。で、データをもとにして、あ、フランスのあれば追い詰めたという感触を得ているんですけれども、やっぱり日本のメディアを変えていくか、もしくはこのマスメディア以上に自分たちが起こしている発信を大きくしていくということをやっぱりしなければいけないと思う。 PPS で596社できた新しいことをするぞというエネルギーがある人たちと組んで、何か自分たちの世界を取り戻すという感覚で発信をしていきたいなと思います。その一つがここの重曹でやらせていただいている市民芸術大学であると思いますし、映像や絵や映画、あのアート、いろんな形で発信をしながら、こう自分たちのメディア生き方を取り戻していくということをこれから強化していきたいと思います。というわけで対談に入りましょうか。芸術大学っていうの革命大学になっちゃってるんですけど、革命大学にしたいって言ったらちょっと革命は古いなとか言って言われてしまったんですけど、私やりたいことは昔から革命なんだよな。なるほど。はい、司馬さんをこういうね、絶滅危惧種の戦場ジャーナリストを実は育成するというのも革命の一環だったんだないやまあ何の話からしていいのかどうかわかんないけど、その PPS の、 いわゆる新電力のね、ことで言うと、実はね、結構全国の自治体がもうかなり乗り換えてんだよね。さっきレナさんがそのね、東京での、企業の話って言ったけど、一番乗り換え進んでるのは結構自治体だったりとかして、その神奈川ではね、確か2013年の1月かなの時点で、もう9割ぐらいね、新電力に変えてたりとかするんだよね。もう東京電力から全部そっちの方に乗り換えて、まあ理由はいろいろあるんだけど、そっちの方が安いからっていうのはかなり大きくて、まあその今まで本当に殿様商売やってた電力会社の地位っていうのがね、危うくなってて、で新電力ってのはみんな原発持ってないんですよ。だからそのよく原発の電気がね安いとかいう話があったりとかして、で電気料金上げるのも原発が動いてないからだとか言ってるわけなんですけども、そういうの大嘘だっていうのがバレバレになっちゃってるんだよね。ちなみにね、長野もね 80% 以上ね新電力に変えてて、あと長崎県がね半分以上やっぱり新電力変えてたりとか、もうかなりいろいろそういう動きがあって、でさっきその群馬県で中之条町というところはね、まあそのやるっていうことを新電力作ってるっていうことはもう話したんだけど、これからやるところとしては、群馬県の太田市っていうところがまずそれをやると。で確かね福岡県の美山市もやるって言ってたね。で
県レベルでやるってところもあって、山形県がその自分ところのね新電力を作ると。でそれがまた面白いんだけど、大手電力会社がその自然エネルギーの電気をまあいろいろ難癖つけて買わないから、まあ、昨年の秋にね、九州電力が接続拒否みたいなこと やらかしたけど、そういう感じで買わないから、じゃあもういいよ、自分のところでもう電力会社作って、そこからに買わせるから、ね、で太陽光発電を普及させるとかね、まあ、そういうことをね、知事が、まあ、中心になって推進してたりだとか、実は結構ね、地方自治レベルでいうとかなりね、いろいろ面白い動きがあるんだよね。でな、結構なんかあちこち地方自治なんか取材なんか行ってたんじゃないの、この間。はい、そのママの約束をいろんな地方でも上映していただいていて、でその中で、いろんな、地域を見てきています。というのもやはりこのママの約束の映画の中で、ずっと東京中心に暮らしてきて、東京で一番になるみたいなことが価値があるというふうに思ってきていて、でその中で福島の後事故、福島原発事故の後、福島の方々の、思いを聞いたりする中で、これは本当にダメだというか、こういう感覚でいてはダメだという気がすごくして、でそういうことを意識を共有して何か始めてるのが地方の方々が多いんですよ。で東京から離れてれば離れてるほどなんか響いて動いてる感じがあると思います。でその一つがさっき言った沖縄で、沖縄は4区全てが自民党よりも圧倒的に票を取って衆議院議員も誕生させていますし、ゾンビのように全員復活したりとか、あと今度は来週行くのが北海道なんですけれども、北海道では、TPP に反対する農協の方々や、社民、共産、民主、政党の支持も得て、北海道のミノモンタといわれる元テレビキャスターが、現役の原発をずっと推進してきた知事と戦う流れが起こっていて、それが今までの政治とかそういう枠組みではなく、ものすごい勢いで広がっていて、で取材していくとその中心に必ずママがいる。なんか感動するよね。で私たちこう北海道のママはリンゴ農家の安西由紀子さんっていう方なんですけど、311以降からレガちゃんこれやばいよみたいな感じで一緒にデモに行ったり、そして文科省に抗議に行ったり、ああいう抗議にも日本中からお母さんが集まってました。そういうお母さんたちが地元でこのままじゃダメ、何かしなきゃっていうふうに、おじさんたちに話しかけ、今までは行ったことがなかった大きな組織にも行き、安西由紀子は農協も巻き込み、本当にそういうお母さんの力があるなって思いました。なかなかそのお母さんが中心となってこう表に出てっていうふうに見えないので、こう見えにくいかもしれないんですけど、このままじゃいけないっていう、私がこう思わず初めてぐらいですよ、動画のカメラを回し、初めて編集ソフトを買い、初めてドイツに行き、ドイツが3回目だけど、なんかこうエネルギーで作ってしまったような勢いで全国のお母さんたちが革命古いかな、何か改革を起こしているような感じがあると思います。佐賀でもありましたね。佐賀は現職の自民党が幹部が推薦する、知事が落っこちて、やっぱり自民党の違う、方が応援した自民関係の方が勝ったんですけど、やっぱ反 TPP ではあって、そういう声が、日本中で起きていると思います。でその中で、美しいと思うものの見方も変わってきていて、これが私はやはり画家だしアーティストなので、そこをちゃんと伝える表現をしていきたいなと思っています。今まではマスメディアに載ったこう、東大の先生がおすすめしたとか、そういうお膳立てされたものを綺麗だ立派だと思う脳が私たちの中にあって、それが311でこれも嘘だった、これも嘘だった、こいつも嘘だったかみたいに壊されたことで、本当に自分の感覚で
目で見て触ってこう皮膚で触れて、あの風を感じて匂いを感じてこう命に心地いいと思うものを選び始めるという、そういうの 美的な感覚の変化というのが、これからあの社会を変える大きなきっかけになってくるような気がしています。この重曹芸術大学は芸術とつけたからにはやはりアートを通じてやっていきたいんですけれども、そういうふうに今まで価値がなかったと思われていたところにとてつもない美があるんだというような形で、こう人々の心を変えていくというか、こう政治というだけではないその感覚のレイヤーを次々ひっくり返していくようなことができたら面白いなと思います。今日チラシを挟ませていただいたんですけれども、次は4月にやるんですけれども、イラクやアラブのアートを紹介しようと思っています。の映像の中で出ていたイラクの子どもと、一緒に絵を描いたり、あの劣化ウランの被爆によって白血病になったお子さんと出会ったのが2004年で、実はその時にこの人と出会ったというか、案内してもらってその後付き合うことになったわけなのですが、その時私は何をしに行ったかというと、イラクのアーティストと交流をしに行って、戦争に加担して自衛隊が初めて派兵して戦争を起こす側の人になっちゃったっていうのがすごく申し訳なくて、デモに出るだけだと飽き足らなくて、じゃあ自分は画家だから一番嬉しいのは絵が売れた時だから、貯金をはたいて20万円ぐらい持って向こうで絵を買ってこようって、ね、思っていったんです。でその時に10人以上のアーティストと交流したんですけれども、その私が行った直後から治安が悪くなって、バグダッドではギャラリーが運営しにくいような状況になって、外国人が来ると人質になるような状況になって、実は私が行ってカメラを回したのがあのイラクのバグダッドでのアートシーンのすごく貴重なフィルムだという気がしてきました。で日本ではアラブのアートの専門家というのが、主だった美術大学でもほとんどいないんです。でお一人専門家の方がいましたけれども、最後ものすごい図書館ぐらいな資料をたくさん持っておられたけれども、肩書きがなくて大学の教授にもなっておられなくて、その段ボールを燃やすとか遺族の方が捨ててしまったのか、きちんと、こう、系統的にというんだっけ、体系的に揃えてない、うん、だからバカにされるんですよ。やっぱり白人文化の方ばっかりですよ、アートで見ていくと。であのいつも爆弾を落とされる側はそのように文化がないって思われてしまっている。でも行ってみたらものすごく美しいアートがあったし、素敵な方々の会話もあったし、はっきり言って今の日本のメディアとかに比べてものすごく上質なんですよ。彼らを日本に招いた時にテレビを見て嘆かわしいって、こんなものを子どもたちが見ているのか、なんでいつもペタくちゃ何かを食っているんだみたいな、これはダメだみたいにして言われてて、そういうふうに実は私たちこそがその文化を奪われてきていたし、今まで虐げられてきた者たちが文化を持って立ち上がるとき何かが変えられるんじゃないかなという気がして、そういうアートを発信していきたいなと思ってます。なんかよく喋るね対談じゃない、対談じゃねえよいやなんかまあいいんだけど、まあその一応なんかさ、なんだ、一応映画に絡んだ話もした方がいいのかなと俺は勝手に思ってたんだが、アートの話になってるんだけど、それでいい、映画もアートだよ、うん、まあ、だこんぐらがっちゃっていろいろ取材した結果、なんかこれは大変そうだということが分かって、その図とかも全部自分でデータを本読んで、データを合わせて図を作ったりしたんですけど、チェルノブイリの時より100倍のスピードで病気が増えてるとかなのとかで、その5ミリシーベルト以上は移住のケアとかできてたのに、日本だと5ミリシーベルト年間って
東京のちょっと濃いところとかだよねと思うと、それそういう人たちが避難していたのにあれだけの被害が起こったことを考えると、これからこの日本で起こることを想像するだけでめまいもするし、見たくないっていう気持ちも自分にもあるし、こう絶望しかないじゃないかと思うわけですよ。でも絶望しましょうっていう映画をわざわざ作るの嫌だし、私お母さんなんで、こうあのいくら大変でも大丈夫だよみたいな笑顔でいるものじゃないですか、お母さんって。だから何か希望を作らなきゃなと思っていろいろ探し回った結果、これは理論でどうのこうのするのはやめようと思って、特にジョン・デマラジさんと会った時からなんかそういうふうに思って、なんかもうアートなんじゃないかと思ったよ。なんかすごい大雑把なんだけどまあこの人はそういうね勢いでガーっていくタイプなので、まあそれはそれでいいんじゃないかとは思うんだけどね。何から話したらいいのかな、まあ、その映画の中でイラクのシーンも出てきたりだとか、あとそのさっきのイラクのアートっていうね、ことを、レアさんなんか今度貞子さんの、映画を作るというか、広島のね、あの原爆の構造の貞子さんの、シャダムさんだっけ、映画を作るとかそういう話が出てるんだが、ちょっとその中東だとか取材した私の感想としてはですね、それはとってもいいことだと思うんだよね。というのは日本が広島長崎の経験っていうのが多分皆さんが考えてる以上に中東の人たち知ってるんですよ。でこの広島長崎の経験っていうのはもう日本が平和だとか、あと、平和だけじゃなくてもうその例えば脱被爆だとか脱原発とかでもいいと思うんだけど、そういうねことを訴える上でものすごいアドバンテージになると思うんですよね。私が中東なんかで取材してて日本人だっていうふうに名乗ると、おお広島長崎みたいな感じで言われるんですよ。でその貞子さんの、オイズルの話もね知ってるんですよね。教科書で読んだとか言って、中東の教科書にも出てる。そう、そういうようなこともあったりとかして、結構ね知ってるんですよ広島長崎のこと、むしろ日本の若者よかね、だからやっぱり広島長崎の経験ってのは本当に不幸な経験ではあるんだけど、そういった経験を逆手にとってね、これからちょっと平和だとか、あと脱原発だとか、そういうような動きにねつなげていける財産にも実はなるんだよねということはちょっと思ってたりとかするんですけど、そうなんですよ。貞子さんという子に出会った、実際には出会ってはいないんですが、こう存在と出会ったのはやっぱりジョン・デバルジさんが教えてくれて、ジョンさんが絵の中に佐々木貞子さんを描いていて、彼女こそこれからの時代のリーダーだって、彼女は非暴力でマハトマ・ガンジーと同じなんだって、ああいう形での、抵抗をしていくということがこれからの時代の最も強い若者のオピニオンリーダーだって言って、ジョンさんはインドで貞子を伝える活動をしていて、インドでも教科書に出てるんですよ。で、去年の夏は8月6日9日挟んでインドで、アートのワークショップだったり、ステージショーみたいなことをやりに行って壁画も描いたりしてきたんですけど、平和というと日本から来る、貞子の日本から来るっていう感じで4000人の子どもたちの前で、トークをしたり、ライブをしたり絵を描いたりしたんですけれども、みんな貞子さんのことを本当に友達のように大事に思って、その行動を尊敬して、広島という、広島長崎の悲劇を学んでいて、で何かこれは日本に帰って貞子っていうと、ああリングのみたいな感じで、私多くの人たちに貞子さんの映画を作るんですって言ったら、最初ホラー映画作ると思われてしまうという、なんかこう自分たちの国のことなのに
自分たちが一番知らないという状況があるなと思ってるんですね。でもう一つは貞子さんというモチーフは今その健康被害のことなど日本で語りにくい雰囲気もあると思うんですけど、貞子さんというその少女のモチーフを使うと言ったら失礼だな、貞子さんを通じて語っていくと福島の問題もスッと語っていける。そのちょうど佐々木貞子さんの甥っ子さんが素晴らしいミュージシャンで祈りという曲を出してそれを久美子さんが紅白で歌ったこともあるので知ってらっしゃる方もいると思うんですけど、貞子の鶴はユージさんたちの活動によって世界中にこうプレゼントされてるんですけど、それが福島の郡山 の公園の中でも置いていて、そこで福島で今年ユージさんライブをされていて、で同時に貞子さんの鶴は実は国内で最初にプレゼントされたのは沖縄なんですよ。那覇の市役所の中に貞子さんの鶴が大事に展示されていて、今年の8月15日は真珠湾のハワイに持ってくんだ、でユージさんがハワイの市長と一緒に式典をやるんだ、今これから世界の戦争が始まらんとしてる中で貞子の祈りが戦争止めるんじゃないかという気が本当にしているんです。そして私たちの周りでどんどん戦争体験者の方々がお亡くなりになっていて、でそういうの、生な記憶がないから安倍さんがあんなにおかしなことをやってもなかなかブレーキをかける国内の勢力というかが少ない、そこを貞子さんのストーリーをもう一度きちんと、再現ドラマを作りながらいろんな子どもたちにもエキストラで出演してもらったり、大人たちにも参加してもらったりしながら、戦争って何だったんだろう、どうして赤髪が来たらお父さんたちは強制的に戦場に行かされてしまったんだろうとかいうことを、こうただこう教科書をパラパラって見るだけじゃなくて一人一人の生きている方々の言葉として感じるということが日本人にとって大事なんじゃないかなという気がして、こう公開しながら作って発表してそこでまた感じてっていうことを、これから夏に向けてやっていきたいなと思ってます。なんかアメリカロケとか行くの？ちょっと思ったのは佐々木、貞子さんの甥っ子さん、今話してた、彼と一緒にさ、オバマに突撃してきたお前は核廃絶やるって言ったけどその後どうしたんだみたいな感じでオバマに追いずる届けに行くとかさ、なんかそういう、なんか今完全に思いつきなんですけど、もう台本も何もありゃしない、もう完全に思いつきで考えてるんだよね。いやでも広島に謝りに行きたかったんだよね。そうなんだよね。でそれをなぜか、日本の外務省がね止めたらしくて。そうそう、日本の外務省って何なの？いや実はその核廃絶 の世界では、つまりその世界的な核廃絶運動の中では日本ってね実は結構悪役になっちゃってるんですよ。その広島長崎の経験があるくせにその、核廃絶っていうことに関してその、ことごとくなんか乗り気じゃないというか、むしろ北欧とかそっちの方がノリノリで核廃絶法案みたいな、そういうのね、核廃絶条約みたいなそういう、ものを作ろうとしてるみたいだとか、積極的にむしろそっちの方が動いてて日本はそれに賛同しなかったりだとか、こうね、変な外務省はね変なんだよね。まあ、そういうのは、まあ、主に2つ理由があって、1つはそのやっぱりその、いずれは自分たちもみたいな発想がどこかにあるということと、やっぱりアメリカの核の傘っていうそういうね発想があるわけだったりとかするんだけど、まあただね民主党のね今代表が岡田さんになったけど、その岡田さんは地域核廃絶みたいなことを考えてたんだよね。その北東アジアでの、お互いに核攻撃しませんよみたいな、そういう合意を作って、その中で段階的に核廃絶していくみたいなことを以前はねそういうことね結構ね言ってたんだけど、まあ、せっかく民主党の代表になったんだからそういうことをもうちょっとね前面に出して、ね、くれればねいいなって
で岡田さんにも突撃してきたなまだまだベラ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 なんか適当なことされてるけどなんだけどなまあでもいやだけどまあそのドラマもそうなんだけどやっぱりさあの結局現実の方がねあの小説読む気ないっていうところはそれはあるわけでしてね、うん、貞子ですはい貞子です貞子ですいやまああのまああのやり方はあのどうなんか知らないけど例えばさあのね、あのどうせ安倍さんがあの、まあ、4月末なんか5月ぐらいにそのオバマさんと会ってくるときどうせろくでもないことばっかり約束してくるんだろうから、うんまあ、市民外交っていうのも必要なんじゃないかなとか思ったりとか、なんかあの私もその 先週かなあの沖縄に取材行ってやっぱりこれはあの、日本だけじゃなくてアメリカにも伝えないといけないなというふうに思ったりとかしてまあちょっとどうやろうかっていうことを考えてるんだけど、うん、単純に現地で撮った写真とかあのあとあの、海上保安庁がなんかねその、カヌーの乗ってた女の人をあの抗議カヌーに乗ってた女の人をなんか、なんか海面にあの海の水の中に頭つけ込んだりだとかあのめちゃくちゃなことやってるわけですよねなんか標的の村さんかわいい女の子だよねあの顔そういうなんかあの写真とかをなんかあのオバマのツイッターに送ってやろうかなとかちょっとそういうようなことも考えたりだとかいやまあそういうあのなんか思いつけてもいいからとにかく市民外交をいろいろやるべきだと思うんだよねどうせ外務省とかあの政府がろくなことやらないわけだから、うん、とちょっと思ったりしてでなんか結構最近ね沖縄づいてるからね、うんうん、なんか心が震えるんですよ海上飛行機の中なぜかずっとぼーっと泣いてるのまずあの感動したのはオール沖縄の選挙あまり話題になる前だったんですけど共産党が独自候補を立てないのみたいな感じで行ってきたんですよいつも選挙のたびに共産党が全部立てるもんだから、両方とも負けるみたいなことがあの東京に住んでる時から都知事選の時とかいつも、気になっていたので、まあ、宇都宮さんの方が得票数多かったけどねあの時はねまあ、その前の都知事選の時もいつも負けてた。まあね。で、あと、あの、その中で、じゃあ野党結成みたいなことはどうやったらできるかなということをもやもや悩んでいた時に沖縄のことを知って、じゃあ行ってみようと思って、去年オール沖縄取材しに行って、でそしたら、あの4区の赤嶺さん、1区の赤嶺さんは共産党で4区の中里さんという方はもともと自民党 の顧問までやられた方なんですけれども講演会聞きに行ったら最初の方でそんなに集まってもないの300人ぐらいのホールの120人ぐらいしか集まってなかったのだから私初めての挑戦だったし負けるかもしれないなとも思いながら行ったらあの紙が配られてねそこに自分の戦争体験が書いてあるの。で、地上戦犯 の時に、弟さんを背負って、なんとか命からがら逃げてサトウキビ畑に行ったんだけれども、逃げ終わった後には弟が死んでいたということなんだけれどもでその後どういう貧困の状況で、生き延びてきたかと。であとお父さんは日本兵であったっていうこともあったりもうなんか日本が私たちが考える与党だとか野党だとかそういうものは党に飛び越えてものすごい人間ドラマがあるんですよで、2区のテリアさんはあの社民党の方なんですけど生まれたのが日本人の捕虜収容所 でものすごいドラマを持っていてでそういう方々が今市民の人が、妨害されたり影山麻子さんのカメラが奪われたら報道の自由だっていうふうに解放に乗り込んで自分の利権とかじゃない本当にその、市民の知る権利や影山さんのことを思ってきちんと戦ってくれていてなんか市民は行動する政治家はそれを守るでメディアはそういう人たちを尊敬しながらものを発信していくという本来あるべき姿がそこにあってなんか私はすごく胸が動かされる。あと去年からあのキャサリン・ジェーン・フィッシャーさんという沖縄の米軍のレイプを受けた沖縄ではない、神奈川県で神奈川そ
そういうレイプを被害を受けて世界で唯一実名を告発して顔も出して裁判を起こした方がいるんですね。在日オーストラリア人の方、彼女と一緒に沖縄も行って、その中で何とも言えない、自分はじゃあどこに立つんだって問われてる気がすごくして、今私何も行動しなかったら彼女をレイプしている存在と同じだし、日本政府は、守ってこなかったしと思うと、なんか生き方をもう一回見直さないと沖縄の方に申し訳ないという気がして、それで通って、貞子も沖縄に行く、これからそういうドラマのシーンも撮りに行く予定なんですけれども、相変わらずよくしゃべらない。いや、まあ、あの沖縄のね、ことで言うと、ちょっとあの私も例の辺野古のね、キャンプシュワブのさ、あのゲートの前にあの、まあ、皆さんあのテント村作ってて、そこの取材に行ったんですよ。で、私取材に行ったんだけど、あの、あ、芝さんですねとか言って、あの、まあ、ちょっと顔が知れちゃってるらしくて、あのちょっとこっち来てく、あの演説してくださいよということで、取材来てんだけどみたいな感じで、ていうか喋ること何も考えてないんだけどみたいな感じで、あの引っ張られてそのキャンプシュワブの前であの演説したのよ。その山城さんもいたりとかしたんだけどさ、でそこで何を話したかというと、まあ、端的にあの短くあの説明すると、その、実はね、イラクの人たちも沖縄っていう単語を知ってるんだ。でなぜかといったら、海兵隊員たちがみんな沖縄から来たというふうに言ってるわけですね。でその海兵隊員っていうのは、そのあのイラクの人たちをあの殺したりとかしてる人たちなんですよ。でだから、そのイラクの人たちがすごいあの沖縄って怖いところだというふうにすごい思ってるらしいんですね。ただ、まあ、私の友人で一人、あのワセックっていうのが、まあ、2010年なんですけど、沖縄県民大会のところであの自分も一緒に参加したと。でそのワセックはその沖縄に来て、こんなに綺麗なところだったんだ、でこんなに優しい人たちが住んでるところだった、びっくりした。でこれからはあの沖縄のそういった運動と連帯していきたいみたいなことをですね、あのワセックは話してて、でそのことをですね、沖縄の人たちに伝えたんですよね。でまあ、あの沖縄の人たちも、その自分たちが基地被害っていうのももちろんそれはすごく大変で、あの、まあ、だからこそ許せないっていう部分もあるんだけど、まあ、私がインタビューした人なんかでも、まあ、それだけじゃなくて、沖縄からその、世界 の, あの戦場にあの米兵たちが行っていくと、そういったことで加害者というあの、ね、あの面にもあると、でそういうことになっちゃってることが許せないんだというふうに、ね、言ってる人もいたりとかして、で、まあ、その、辺野古 の, あのキャンプシュワブの前 の, あのテント村の人たちに、いや、あの皆さんは沖縄のためにあの座り込みを続けてらっしゃるんですけども、実はそれはその、沖縄のためだけじゃなくて世界の平和のために座り込みを続けてらっしゃるんですよ、まあ、そのことに関して私は尊敬いたしますみたいなことあの話したんだけどね、やっぱりその非常に温度差感じるよね、その、あのなんていうのかな、その本土の方 の, あの報道とやっぱりあの沖縄ね、あのやっぱり熱い感じは、なんかよくわからないけど熱いよね。熱いよね。うん、まあ、だからなんか結構さ、大変な状況ではあるんだけど、希望もいろいろある感じがするよね。うん、まあ、そんなことをずっとレナの話聞きながら思いました。なんかだんだん聞き役になってきてますが。あまり遅くなると帰れなくなったりする方がいたら申し訳ないので、何かもし質問とか、ある方がいたら、そういうのを含めて、含めてね、そろそろ、おしまいにする雰囲気。あと何分ぐらいかな。今、9時半ぐらいですけど、ちょっと電車やばいって人いらっしゃいます？大丈夫？大丈夫。じゃあ、まだ喋りますよね。沖縄でね、まあ、あんま遅くないんだけどさ。あの、はい、これもちゃんと伝えなきゃいけないなと思うことがもう一つあって、さっき言った、30ぐらいだった PPS が爆発的に今600近く増えているというような感じで、実は沖縄でも、基地ではない新しい柔らかい経済がものすごい勢いでこう力をつけている状況があるんです。それは観光です。沖縄って本当に魅力的なところで、
食べ物も美味しいし、海も綺麗だし、自然も豊かだし、でそしてアジアの人たちから見るとハワイとかに飛ぶよりもめっちゃ安く近く来れちゃうという状況があって、で今あの1月だけで121万人の方々が沖縄に世界中から訪れてるんですよ。ハワイの今年間に訪れる人たちの数が700万人ぐらいです。たった1ヶ月で121万人っていくら旧正月と新正月のその、中国の方にとっての休日っていうタイミングだからだと思うんですけれども、過去最高なんだって。で、の世界が美しい沖縄はこうアイランド楽園、自然の楽園である沖縄を求める声は止まらないなと思ったんですよ。で免税店が今元基地があるところにできていて行ったんですけど、ゴディバとかその欧米の、ブランドショップとかがあって、どうやら中国で買うより沖縄で買った方が安いらしいんだよね。でそれもあってみんなすんごい買い物してってるので、実はそこはもともとは何があった場所かというと、戦後、一番いいところなんで、あの米軍が奪って米軍の住宅地があったエリアなんですよ。そこが今あの免税ショップとなって中国や韓国や台湾の方々が訪れてものすごくお金を生み出して、雇用が100倍で経済効果は 何十万倍とかなんですよ。で、そういう流れができていて、それをサポートしているのが沖縄の経済界のボスなんですよ。でその経済界のボスはかりゆしグループという一番大きなホテルのチェーン店の会長さんなんですけど、尾長さんを応援してた方で、私メールして取材したいって言ったら翌日に会ってくれて、会ったら目が優しいおじさんなんですよ。なんか本土で金持ちって目の奥が冷たくこんな感じで何言っても取り合ってくれない人みたいな感じがあったんですけど、心があったかい、そういう人がだからこそいいホテル生み出せるんだ。で山をみんなで入ってって原生林みたいなものをちょっと、カットしてホテルをリゾートホテルをみんなで建てたんだって。でそういうところが評価されて経済も生み出しているということにすごい希望を感じる。で沖縄の基地依存、経済の依存率は1950年代は 60% だったものが今 5% 以下で、もう本当にあの邪魔な暴力的な人みたいになっていて、こうそういう感覚をあの共有するのも大事かなと思ったりとか。だからね、あの原発にしても基地問題にしてもその、金でね、あの人の、あの青札束で叩いてでなんか押し付けてきてるっていうところはあったわけなんだけど、その地域の経済が自立し始めちゃうとそういうことも通じなくなってくるよね、うん、ところもあって、あのだからその、原発のことなんかでもね、あのその、地域の PPS っていうね、あの新電力っていうような動きなんかもうちょっとなんか、活発になってくると面白いなと。だからまあ2016年の4月、まあ、来年の4月ですね、あの以降そういうような話も結構、なんていうかな、要するに今まではその一般家庭に対しては電力売れなかったわけですよ、その新電力はね。だけどそれが解禁されるので、来年以降も、原発終わるなみたいな感じではあって、要するにその、本当にまあ皆さんが多くの人が原発を望んでないのならば、もう新電力に切り替えてしまえば終わるというようなこともあったりとか、だからそのこれまでのその経済の在り方というのね、やっぱりその沖縄はその基地依存だとか言われてたわけだけど、もうそういうレベルではなくなってきてるし、でまあその地方の方でも結構自然エネルギーとかすごいんですよ。でその自然エネルギーがどん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 増えてるから、それで恐れをなして昨年の9月に九州電力がその自然エネルギーの買い取りを一時拒否みたいなことをやったりとかしてたわけなんですけど、そうしたら山形の方でいいよ、それだったら自分たちで新電力作ってそこを受けたりするからとか、
すでにですね、新電力の方で電力会社よりも高く自然エネルギーの電気を買っていると、つまりそういう方が自然エネルギー業者にとってはメリットがあるというか、その、そう引いてはその自然エネルギーが増えていくわけなんですけども、そういうような新電力ね、取り組みだとか地方自治体の取り組みとかあるわけで、まあそのね、なんとなくなんとなく日頃テレビ見てるとなんか世の中ね、暗いなって感じがするし、なんか安倍さんはむちゃくちゃなことばっかりするから日本大丈夫かって気になってくるわけなんだけど、結構ね細かくいろいろ見てると希望の芽っていうのはいろんなところにあるわけなんだよね。そういうのをちゃんと、まあ、自分としても伝えられたらいいかなって、もっと縛れ仕事しろっていう感じではあるんですけども、うん、はい、福井でもね、新幹線が通って駅前が恐竜ランドみたいになってて、福井は日本新幹線これから通るのかな、これからなんだ、駅の前に、ないです、恐竜が日本一発掘できる土壌があって、県立恐竜博物館がものすごいんだよね。私たちも家族で行ってきたんですけど、めっちゃすごいっていうか、こっちの子が恐竜大好きなものだから、で出てくる恐竜の種類も多いし、そして何より福井の人たちの恐竜愛がすごくて、ああいうその土地土地の魅力を本当になんか自慢げに愛して楽しく生きていけたらそれでいいんじゃないかなと。で、若狭湾には今まで原発銀座と言われてドイツの監督を連れていったら、ここは世界で一番原発が密集しているとこですよなんて言われたんだけど、今そこが全部稼働してないじゃないですか。そしたら恐竜フェアプラス地元の農産物キャンペーンみたいにやってたんですよ。なんかそういう、こう観光客が来るような地元の魅力的なものと農産物や産業をミックスしたような発信を各地でしていったら日本が元気になると思う。福井県でいうと、その原発をねやめたらというか、原発が稼働しなくなったら海の温度が下がって、でその、これまで数が減ってたムラサキウニとかアカウニとかが増えたということもあるんですよね。やっぱりそれだけね、その海は温め機だったんだよね、原発っていうのは。京大のね、水産実験所の人にですね、まあちょっと実際潜ダイバーとして潜って、で定点観測してる人がいてさ、でその人にインタビューしたんだけど、いやそういうのがまあ明るさまに温度が変わってるし、でその、目視できるその生物層も明らかに変わってると。だからまあ逆に言うと、今までかなりね不自然なことを自然に対して原発っていうのをやってたんだなということを、なんかまあ取材した時に思ったね。うん、福井はなんかそういう意味でもなかなかいろいろ面白いところですね。そしてね、ちょっと長くなりますが、原発を断った和歌山もすごくて、先週は和歌山で映画の上映会、先月かで、先週はトークショーみたいなのやってきたんですけど、パンダがいるんですよ。私土地土地の素敵なものを発見するの大好きで、ご当地なものとか食べたり、美容をなんか使ってみたりとか行くんですけど、日本でパンダの繁殖成功してるのは和歌山だけなんですよ。で311の後、上野動物園ではパンダが亡くなったりしてたし、大丈夫、笹汚染されてるとか思いながらヒヤヒヤしながら見ていたんですけど、パンダすごいラブラブで繁殖力の強い、世界的に見てもすごい繁殖力だって言われるお父さんが13匹とか赤ちゃん作ったりしてて、でもうなんかラブラブパンダワールドなんですよ。でパンダだけじゃなくて、いろんな動物がその海に面したこう岩山のところにのびのびと生息していて、でなぜパンダが繁殖するかって、海がきれいで水がきれいで空気がきれいだからなんですよ。なぜかそんな断言者っていいの？いやだって、もしだってパンダって赤ちゃんってめちゃめちゃ繊細な生き物で、生まれても生き続けるのがすごく難しくて、1970年代には環境汚染で、世界全体で1000頭しかいなくなったんですよ。それを環境保護の活動をしていくことで今1600頭まで増えて、その絶滅危惧種になってる。だから WHO がパンダなんだよ。
だからすごく、WWF だから WHO じゃない、WHO じゃない。あの、だんだんこの人は危なっかしくなってきたな。あの、いやいやいや。で、何が言いたいかというと、実は和歌山は今まで5基の原発計画を全部止めてるんですよ。で、誰が止めてるかって、実は自分もその止めた一人でって言って、みんなで本を作ってて、止めた人たちが8人ぐらいで何があったかっていうのを執筆している本が、実はその地方の、本のなんか賞を取っていて、で、誇り高く生きているおじいさんたちがいて、そういう人たちのおかげで可愛いパンダの赤ちゃんが見れたのかと思うと、なんかこうお金で脅すよりもそっちの方が良くないっていう気がして、話がずれましたかね。なんかこう原発をなくす、自然を大事にする、産業を大切にする世界の方が気持ちよく楽しく、みんなにお金が還元される感じなんじゃないかなと、そういうポジティブなイメージをどん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 発信して、日本中でそれを真似していくようないう流れが作れたらいいなと思っているところなんですよ。まあ自分はね、あのどちらかというと、あのこの間あの戦場なんかも、あの戦争なんかも取材してて、なんかある意味なんかあの人間の世界の絶望的な部分もね、いっぱいあの見てきたところもあるわけなんですけども、まああのレアさんみたいにやっぱりその、そういうあの世界からね、まあ、あのもうちょっとなんか、優しくて、あの心あのなんか心地いい、ね、世界にするためにはどうしたらいいのかってことを、まあ、やっぱりいろいろ考えていかないといけないなとは思いますね。なんていうのかな、その自分が環境問題なんかに興味を持ったきっかけは、まあ、いろいろあるわけなんだけども、やっぱり戦争の取材してる中で結局その、エネルギーの奪い合いってかなり大きいわけですよ。イラクなんかは石油だったりね。でそのまあだからそうじゃなくて、その人のところから、人様のところからあのエネルギーを奪わないで済むあの、まあようにしたらいいんじゃないかということで、自然エネルギーなんかも興味持ったんですけども、実はですね、日本ほどね、こんなねポテンシャルのある国ってね、世界中見てもなかなかないんですよ。まずですね、その、まあ、太陽光の技術がすごいでしょ、日本はね。あのまあ、最近中国やドイツにあのかなり押されてるとはいえ、やっぱり世界トップレベルの技術は持ってるわけですよね。で、その、風力発電ができるんですよ。というのは、今世界 の, あの、主流はあのだんだん丘 の, あの風力発電から海の風力発電に変わりつつある。というのは、海の方が安定してあの風が吹いてるからですよね。だからその、昔は帆船なんかいうような感じで、あの、船がね、あの風だけで動いてたぐらいですから、海の上ってそれなりにあの安定して風が吹くわけなんですけども、日本はあの島国ですから周り海ですよね。だからそこにあの、フロート式 の, あの、実は 福島 の, あの、沖合で実証あの実験を行ってるんですけど、世界最大レベルのね、あの風車のあの洋上発電の実証実験始まってるわけなんだけど、そういった形でその、洋上風力ができると。で、地熱ができると。で、秋田県のね、鹿角市かな、やっぱりそこで PPS をやるっていうね、あの動きが出てきてるんだけど、まあそこはやっぱりその、電気売るほどあるんで、地熱がすごくてね、うん、でまあその地熱とか言うと、例えば温泉との競合みたいなこと言われてきたわけなんだけど、まあ、最近はバイナリー発電って言って、その、低い温度でもあのだからあんまり深く掘って温泉 の, あの水があのお湯が枯渇するような、そういうことしなくても、温泉の排熱とかそこら辺でも発電できるぐらい の, あのそういう、もともと日本は地熱がある上にそういう低い温度で発電できるっていう技術まで あるわけだからということですね。で、あとはその、バイオマスなんかもあるしね、あの、まあその森林 の, あの、まあ、今あの荒れ果てたあの、山 の, あの木をですね切って、まあ、それをあの、まあ熱利用だね、
発電っていうとちょっと効率が悪いんで、実際のところは。だからその熱利用というのはことで、結構家庭の中で使ってるエネルギーって電気以外に熱が多くて、だからその熱をどうやって供給するかっていうのは実は省エネでは大事なことだったりとかするんですけども、そういうようなこともできたりだとか、あとその東京だとか神奈川の方、あと神戸もそうだね、神戸もバイオガスやってるけど、下水から発生するバイオガスというかメタンガスだね、メタンガスを使って神戸なんかねバスを動かしてたりとかするんだよね、まあ、だからそう考えるともう原発なんかいらないじゃん、いろいろそういった太陽光あり風力あり、あそうだ小水力だ、小中水力、これだけでその原発十数基分ぐらいは確保できるんじゃないかっていう試算もあるんだけど、要するに日本は水が豊かだから、その大規模ダムってのは自然破壊したりとかねよくないのけども、その、例えばその、川の形はあんまり変えないでちょっと水を変えてまた水を戻すみたいなね感じでの小中水力、小水力、中型水力っていうようなことのポテンシャルもすごい高いんだよね。めちゃくちゃ雨が降ってるわけだから、実はね屋久島ではね九州電力はね電気通してんだよ。屋久島でほとんどね屋久島電工っていうね民間企業をね電気供給してる。でそれってほとんどね水力なんだよ。雨が少ないところ少ない時はその火力発電も使うんだけど、雨が多い時は1年通してほとんどね水力だけやっちゃってる。そういうねところもあったりとかするんだよね。まあだからそうか考えるとはっきり言ってその今までね原発みたいなあんな危なくて効率が悪くてお金がかかる、ものに依存してたというのが非常にバカバカしい話で、だから今後ねそういう、地域の特色を生かしていくっていうのはあるんだけど、本当にやっぱりそのエネルギーという意味でもやっぱり、その地域地域に合ったエネルギーっていうのは実はあって、でまあ日本は技術もあるわけだから、いや本当はねめちゃくちゃ展望的には明るいんですよ。だけどまああまりその、国のトップが賢くないと。だけどまあこれからは自治体からねそういうものを変えていくっていうことをね、まあ、ちょっと意識して、でまあ賢い自治体の人たちはまあ全国でところどころやっぱり行ってですね、それがまた面白い動きをやってたりとかするというようなことは。隣の兵庫県も PPS に乗り換えて 1.22 億円のコストカットに成功して、実はエコ先進県になっていて豪雨会見だけじゃないんだぞということは神戸市民として言いたいな、そんなわけなのですが、もし、まあ、ママの約束2を作るべきだねまたなんかさごちゃごちゃさ言うだけ言ってみたいなさ、だけどまあそのだって約束したんだからさ、あんたさ約束を守らないとみたいな。だってさインドで踊っておしまいじゃダメでしょやっぱり、ね、そうだね、うん、だからさその後やっぱり状況が変わって全国で面白い動きができてる。実は取りかめてんだよ。まあね、だから各地で行った時にカメラも回していて、全国の立ち上がる人たちっていう DVD も作ろうかなと思ってるんだけれど、いろいろやりたいことが多すぎてどこから手をつけようかという感じなんですが、本当に貴重な瞬間をいろいろ撮っているので、それで北海道もまずはその佐藤さんの選挙の取材を行こうと思って、ついでに上映会もやってくるという感じ。今度さ、俺秋田で公演があるから、その秋田のさ、そっちの動きとかさ、ちょっとついでに取材してこようかと。で、福島でも公演やるから、福島はね、エネルギー状況や、その、まあね、311号ほったらかされてとか、
あの取材したりとか、まあどうせまたあのママの約束2作るにしても、もう3分の1とか下手すりゃ半分ぐらいあの芝の映像提供ってことになりかねないなと思ってるんで、まああのお互い協力してきゃいいんじゃないのみたいな。はい、はい、そんな感じでいろんなものをあの取材したり発信したり、夫婦でも家族でもやっていこうと。あとここにもあの福島のこの人連れてきたいっていう方もいるんですよ。今言ってて、今度岩波新書だったかな、ごめんなさい出版社の名前を忘れたな、あの福島102015っていう本がもうすぐ出るんですよ。で、その、 あの編集をやった編集長の子が、すみません、あ、いや後で質問、あ、質問、あ、じゃあどうぞ。あのこの作品は東京都の方でも上演されたんです。あのその、はい、もしそうだったらその時にどんな反応だったのかとかいろいろちょっとお聞きしたいなと思って。あ、なるほど。東京では今まで、3度ぐらいかな、4、あ、嘘だ、5回ぐらい上映しました。ただ映画館ではなく、公民館だったり、タンポポ社っていう脱原発の運動をやられてるところだったり、そういう、自主上映っていう形なんですけど、反応としてはどうだったかな。基本的には結構いいっていうとあれですが、響いて、東京の人たちもこのままでは悪いなぁというふうに思っているのと、あと土壌汚染に関してはなんか認めたくないなっていう力は感じたけれども、なんかそのせめぎ合いというか、やっぱり福島がかわいそうだなという、ちょっとある意味ちょっと上の立場から立って被災者支援っていう方がやりやすいんですけど、ここも実は汚染されていて、自分自身や自分の子どもたちも被爆している可能性があるんだって思う方が人間大変だから、なんかそこが違和感も感じながらこう理解してくれたっていう感じが多かったかな。でも毎回上映会をすると、みんな誰かがまた上映会してくれるんですよ。そういう形で広まっていっていて、で、あの東京ではやはりあの結構何度も上映していただいているので、それなりにあの反響があったのかなと思ってるんですが、本当はもう少し大人数をどんと集めた方がいいなといつも思っているところなんですけれども、あの東京の土壌汚染のシーンを取材したのは自分なんですけど、まあ、ちょっとそのね、取材の続きもやらないといけないなと今ちょっとお話聞いて、質問聞いてちょっとそう思いました、うん、結局そこら辺に関してはね、かなりね、もうあのみんななかったことになってるあのところが東京ではかなり あのあるので、うん、一般レベルで言うとね、かなり気にしてる人は気にしてるけど、本当にごく少数で、でまあ、あの時間が経てば経つほどもうなんか、まあ、そういう人が完全に忘れて、やれオリンピックだとかそういうね、あの方向になっちゃってる。気持ちとしてはそうしたいんだろうけれども、実際の被害も出てきているという感じします。東京ではないんですけど、柏で先週上映会してもらったんですけど、予約があった人数の半分ぐらいが来れなくて、なぜかというと小学校のお母さん方が多かったけど、溶連菌でみんな倒れたって言うんですよ、うん、それは偶然その日だけそうだったのかもしれないけども、なんかこうやろうと思ったことが体調不良でできないみたいな状況が結構あるんじゃないかなと。で、私たちがお世話になっている編集者も、病気になったりっていうことはあったし、あの人は単純に働きすぎだ、どの方もね、絶対原発のせいだなんていうことは言えないんですけれども、私は心配だなという気がしてますが、ただそれは東京の人たちだけじゃなくて、食べ物も含めたりすると関西もかなりあの向き合わなければいけないんじゃないかなという気はしてはいるんですけど、あんまりね、なんかその、もうパニックになってそのもうあれやこれや全部こうしたのという感じであの言うのはどうかとは思うんだけど、ただ原発事故が起きたってことは事実だし、でそこから大量の放射能があの全国にあの特にあの東日本に降り積もったってことは、これはもう動かしようのない事実なんだよね。だからまあやっぱり
それはそれでちゃんと何が起こったのか、そして何が起きうるのかということを、まあ、それなりにちゃんと見ていくことはやっぱり必要だと思うんだよね。もうなんかどっちかなんだよね。もうそんなことはなかったって完全に忘れるか、もうそれとも東日本死んだみたいな感じの扱いだとか、まあ、ちょっとやっぱりそこら辺取材、この間ずっと取材しててもなかなかはっきりしたことが言いにくいところではあるんだけど、ただやっぱりその、事実として原発事故は起きたし、その放射能が飛び散ってしまったっていうことは、というよりも今現在進行形で飛んでるわけなんだけどね、福島から第一原発から飛んでるわけなので、海にも流れてるわけだから、やっぱりそれはそれでちゃんと取材し続ける必要はやっぱりある。まあそんなこんなで、まあ課題がいろいろ山積してるわけなんですが、まあちょっと、この夫婦で頑張っていきますので、応援していただければ嬉しいかなと。ありがとうございました。9月5日はその貞子さんの、映画の中間報告会ということでまたやりますので、そちらもぜひお願いいたします。4月の4号撮影を中崎町でするんですけれども、もしエキストラで出たいという方がいたら、町の人の役がまだ空いてるので声かけてください。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ぜひお帰りの際にですね、DVD と写真集、セットだと4000円、いい夫婦割なので、はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。